ニキータ、ニキータはアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。米国ではザ・ c W 系列で第一シーズン全22話が2010年9月9日から2011年5月12日にかけて初回放送された。日本ではアクスンで2011年6月5日から同年10月30日にかけて初回放送された。第シーズン全23話も同様に 米国では、ザ・ CW 系列で2011年9月23日から2012年5月18日にかけて初回放送され、日本では、アクスンで2012年8月5日から2013年1月13日にかけて初回放送された。第3シーズン全22話が、米国で2012年10月19日から2013年5月17日に、 かけて放送された。第4シーズンの全6話をもって完結した。北米版、ブルーレイボックス及び DVD ボックスは、シーズン1が2011年8月30日、シーズン2が2012年10月2日に、それぞれ発売された。日本では、アクスンで2011年6月に放送開始。地上波では、ABC テレビで2013年9月10日から。 シーズン1が放送開始、ブルーレイ DVD のレンタル及び販売も行われている。本作は、リュック・ベッソン監督の映画、ニキータ、アサシン・アン、サツ、シャよび、ニキータを元にしたアクションシリーズである。1は完結方式のエピソードとシリーズ全体を通してのストーリーが絡み合って展開する。一部メディア等では、リュック・ベッソン監督の映画、ニキータの 誰も知らない3年後の物語となっているが本作が別村監督版ニキータの続編でも映画の3年後が舞台でもないあくまでも別村監督版ニキータとこれまでのリメイク作品を元にした作品であるこれまでのリメイク作品とは異なり初のアジア系女優がニキータを演じるキャッチコピーは美しき殺し屋ニキータのリベンジアクションである 6年前、不良少女のニキータは、ドラッグ欲しさに薬局を襲撃。その際に起きた、警察官殺害事件で有罪になり、死刑を宣告される。死刑に処せられる寸前、ニキータは、米政府内の要人6名で構成される闇組織、オーバーサイトの機密作戦実動組織、ディビジョンにリクルートされ、命を救われるも、選択の余地なく、スパイ兼暗殺者としての訓練を受け、 優秀なエージェントかつ、伝説の暗殺者になる。任務に応じて様々な役割を演じ、ディビジョンのために働いた。しかし、ある任務の最中、ダニエル・モンローという男性と本当に恋に落ち、やがて二人は婚約する。すると、ディビジョンは秘密保持のため、ダニエルを殺害したのだった。死を偽造され、過去を消され、最愛の人物を奪われたニキータは、作戦遂行中に、 自らの死亡を偽装し、ディビジョンから脱出し、姿をくらます。ニキータが姿をくらましてから3年後、ニキータは再びディビジョンの前に姿を現す。実は、ディビジョンの最高責任者パーシーは、米政府を密かに裏切っており、他国の秘密機関や犯罪組織などと手を組んで、己の利益を追求し、要人を暗殺したり、 機密を手に入れたりするために、配下のエージェントたちを利用していた。パーシーの企みを知る者はごく一部であり、配下の多くは自分たちは国家のために働いていると信じていたに。聞いたはダニエルの復讐を遂げるとともに、パーシーの陰謀を明るみに出し、今もスカウトされ続けている。若者たちを救うため立ち上がったのだった。そんな折アレックスという不良。少女が強盗事件で逮捕され。 やはり死刑を受けたという形で、ディビジョンの訓練生として採用される。だが、彼女は、実はニキータが送り込んだスパイだった。アレックスが、ディビジョンの内部から、密かにニキータに、極秘情報を知らせ、パーシーの陰謀を妨害するためである。アレックスにとっては、非常に危険な仕事だが、命をかけるだけの事情が彼女にはあるらしい。 アレックスら訓練生の教育を受け持つのはマイケルという熟練エージェントである。マイケルはかつてニキータの教官かつ上官だった。ディビジョンに行った頃のニキータはマイケルを信頼していただけでなく、それ以上の感情を抱いていたようだが、今は敵同士である。マイケルはパーシーの命令のもとニキータを追い続ける。ブラックボックスパーシーはディビジョンの存在を 政府から守る保険として、ディビジョンのこれまでの違法な秘密作戦をすべて記録した補助記憶装置、ブラックボックスを厳重保管し、ガーディアンと呼ぶ複数の工作員にもバックアップのブラックボックスを保管させている。ブラックボックスは保管しているガーディアンの血液によって生体認証されアクセスが可能となる。ストーリーはこのブラックボックスをマクガフィンにして進められる。 劇中では、ボックスと略されることが多い。体内埋め込み、チップエージェントや、対象者の体内に埋め込み、追跡、抹殺などに使われる。主に、パーシー、アマンダが、脅迫や作望に使用する。自らに埋め込み、異変が起きた場合に、何らかのトリガーが起動することによって、自らを防御する目的で使用される場合もある。レジメンディビジョンでガーディアンなどの特殊任務を担う。 エージェントに処方される薬物。戦闘能力を高めるなどの効果があるが、依存性があり、禁断症状として凶暴化するなどの副作用がある。ありがとうございます。